綾瀬スマートインターチェンジは、神奈川県綾瀬市の寺子橋付近にある、東名高速道路のスマートインターチェンジである。IC 構内に綾瀬バスストップを併設しており、同停留所についても、本校で記す。綾瀬スマート IC 上りで入口付近、東名高速道路では既存の横浜町田インターチェンジと厚木インターチェンジの間が、約 15km 離れており、 これら IC の中間に位置する綾瀬市等から高速道路へアクセスしにくい状況にあったことから綾瀬バスストップ付近に ETC 専用のスマートインターチェンジとして新たに整備された。2021年3月31日に供用開始している。神奈川県は当初地域活性化インターチェンジ制度を活用する予定だったが国の道路政策に合致することや 事業費削減などの観点からスマートインターチェンジ制度に事業手法を変更した。事業主体は神奈川県道路公社と当初はされていたが、スマート IC として建設されれば高速道路会社が主体となる。2007年度に始まった神奈川県による環境影響評価手続きは2012年11月に終了し、 同月、地区協議会において、実施計画書が確認された。2013年3月に実施計画書が策定、提出され、同年6月11日に、国土交通大臣の連結許可を受けたことにより、2017年度末までの供用開始を目指して事業が開始された。連結許可に記された、工事費用の概算額は、約103.2億円であり、 日本高速道路保有、債務返済機構が約66.1億円、中日本高速道路株式会社が約3.0億円、神奈川県と綾瀬市が約34.1億円負担するものとされている。当初の計画では2018年3月に供用開始予定であったが、保証算定や工場等の移転先の選定等に想定以上の時間を要したため、 同年2月26日に供用開始時期が2020年度上半期の見通しであることを発表した。さらに2019年11月には供用開始時期が2021年夏頃に再度延期された。2020年7月14日、東 IC の名称が綾瀬スマート IC に正式決定。2021年3月31日に供用開始された。 利用可能車種は ETC 搭載の全車種で24時間運用。上下線ともに出入化となっている。バス事業者では、透明綾瀬という名称で案内している。JR 透明ハイウェイバスの急行、特急透明ライナーと小田急箱根高速バスの特急、及び相鉄バスと富士エクスプレスが共同運行するレークライナーの全便が停車する。 渋滞の名所として知られる、綾瀬バス停は、この綾瀬バスストップのことを指す。しかし最近では、道路拡幅に伴い、渋滞地帯は、約4キロメートルほど、東京方面にある、大和トンネル付近となり、渋滞の名所の名を返上することとなった。なお、綾瀬市、コミュニティバス川瀬見1号車、綾瀬市役所柏台駅循環ルートでら、美細公園バス停からも、 至近距離にある、あやせバスストップに関するカテゴリー、ありがとうございます。